皆さんこんにちは。2019年社会保険労務士合格講座、これから全57回にわたりまして、この本論編を担当いたします、レック専任講師の工藤久俊です。よろしくお願いいたします。私の収録講座ですけれども、沢井先生とともにですね、デュアルという形で沢井先生も収録をいたしますし、私も収録をいたします。まあ、それぞれ、特徴があるかと思いますので、自分に、合った、形でですね、視聴していただき、またわからないようなね、私の説明でわからないような部分があれば、今度は沢井先生の方を聞いてみたりだとか、うまくね、これを利用していただければというふうに思います。で、私の方は、まあ、基本的にですね、もちろん講義時間というのが決まってはいるんですけれども、まあ、消化する、講義というよりかは、説明しきる講義というのを時間の許す限りで、やっていきたいというふうに思います。ですから、少々時間延長するようなこともあるかとは思うんですけれども、まあ、その場合ちょっとしんどくなったら止めていただくということでね、通信のこの一番こう、長所っていうのを生かして、うまくね、自分の、理解につなげていただければというふうに思います。さあ、今回はその、第1回目の講義ということで、労働基準法第1回目の講義ということで、これから、進めてまいりたいというふうに思います。まず今回の講義の内容ですけれども、第1章の総則についてこれから見ていきたいと思います。具体的には労働条件に関する基本原則、平等原則、それから労働者の人権擁護、そしてこの労働基準法が適用される範囲を明確にしておくということから、適用事業、そして労働基準法の中で使われる用語を確認をしていきます。使用者、労働者、賃金、平均賃金というような形で、この法律でね、何度も登場する用語が出てまいります。明確に押さえていただきたいと思います。そして第2章、労働契約に入ってまいります。まあ、本日はこの労働契約のうち、労働契約の締結というところあたりまで進めてまいりたいというふうに思います。さあ、この労働基準法ですけれども、学習する上でどんなところを注意するかということなんですけれども、労働基準法の立法の趣旨、まあ、すなわちこれは労働者保護法と言われているわけですが、労働者を保護するために作られた法律なんですね。その考え方、趣旨を踏まえまして、法令が何を禁止しているのかをつかもうということですね。つまり何でもかんでも法律で規制をしてしまうということになると、もうこれはガチガチというようなことになって、経済等がね、こう経済運営上ですね、仕事ができなくなってしまうって言いますかね、経営者は企業経営がね、かなり拘束されてしまうと。そうすると自由なね、経済活動等にも制限が出てくるということになりますから、最低限ここまでは守ってくださいというようなね、限界点を決めているんですね。ですから、過剰なね、規制というのも、これまた困ってしまうわけですね。この労働基準法っていうのは、最低限守っていただくことをルール化しておりますので、それを守らない場合は罰則を持って臨むということになっているわけですね。そうすると何でもかんでもルール作ってしまうと、罰則をどんどん乱発してしまうというようなことにもつながりかねません。最低限のことを決めています。だからこそ何を禁止しているのか、ここまでがこの条文の限界ですよというところを押さえていただくということが常に頭の中に置いておく、これが重要ということになります。では早速これから講義の方をね、スタートしてまいりたいと思います。で、今回講義で使用するテキストはこちらの、労働基準法パーフェクト社労士のね、この労働基準法のテキストを使って、講義の方をしてまいります。まず、まあ、皆さんのテキストの最初の段階で、目次等の後にですね、労働基準法の学び方、そして次のページで、序論という形で、まあ、この法律ができた経緯等について、解説があるわけですけれども、ここではもうこの2つのページをもう要約をいたしまして、ちょっとモニターの方をね、ご覧いただきたいというふうに思います。まず、この、労働基準法の遠隔と、条文構成等についてね、確認をしておきたいと思います。まず労働法の中における労働基準法の位置づけですけれども、まず労働基準法の遠隔です。
これは戦後日本国憲法が昭和21年に作られたわけですが、その憲法を受けて昭和22年に制定施行をされた労働者を守るための法律、労働者保護立法という位置づけになります。そして法体系におけるまさにその位置づけですけれども、この憲法、具体的には生存権の理念、憲法25条1項を背景にして作られているということですね。これから社会保険労務士の勉強をしていく上で、雇用保険法であったり健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法というような形でどんどん勉強を進めていくわけですが、これらのほとんどがですね、これら憲法25条に関連をしているということなんですね。ただ社会保険等につきましては憲法25条2項とが背景になります。このあたりについては今後ね、おいおい進めていくとしまして、労働基準法はまずね、この生存権、これは25条1項ということになります。では具体的にはこの憲法25条1項というのはどういう内容なのかというと、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するということなんですね。昨今では、このね、まさに健康で文化的な最低限度の生活というようなね、タイトルのテレビドラマなんかもね、放映されているような状況なんですけれども、どうしても最低限度の生活ができない場合ね、生活保護が、という制度があったりとかするわけですが、それらとルーツは同じということなんですね。労働の場面においても、常に健康で文化的な最低限度の生活が営める、そういったルール作りをこの、労働基準法はね、目指しているということになります。そしてさらにその具体的な労働条件に関しましては、憲法27条2項に勤労条件法定主義ということで、掲げられております。これを具体化するための法律という側面もあるんだということですね。ではこの勤労条件法定主義とはどういうことなのかということですが、憲法27条2項、賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるとあるわけですね。ですから憲法はそう細かなことまでね、いろいろ規定しているわけではないんですね。憲法というものの位置づけというのは、国会等で法律等を作っていくわけですね。そういった中で、その法律が暴走しないように日本国民の総意のもとにですね、我々がいろんなルールを作っていく上で、憲法は常にこういう考え方を持っているんだ、それに沿ったものではでなければならないというようなね、ことで、基本的な考え方を憲法っていうのは宣言しているわけですね。ですから個別具体的にはこちらにありますように、賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるとあります。ですから、一般的な労働者につきましては、労働基準法という法律の中で、これから学習する法律ですね、細かなルールが決まっているということですね。その他にも、国家公務員の方等につきましては、国家公務員法だとかね、その他にもいろいろな法律が存在するということになります。これを受けてね、まさに労働基準法というのは作られたんだよということですね。そしてこれから学習していく、労働基準法ですけれども、皆さんのテキストの方にも、こちらの方にね、労働基準法の条文構成という形で図があるかと思うんですけれども、いかんせんこの社会保険労務士試験のね、一番難しいところは何なのかっていうと、1年に1回の試験で、おおむね10冊のテキスト文を一気にアウトプットしていただくということなんですね。それで合否を決めるということになります。そうすると膨大な、ね、量を一気に頭の中に入れて、これから約1年間かけて頭の中に入れて、それをアウトプットしていただくということですね。他の試験紙のような、例えば科目合格だとか、そういったものは存在しないわけなんですね。従いまして、常に各科目の全体構造というのを頭に入れておきながら、今どの部分を学習しているんだというね、この意識づけというのは非常に重要になってくるんですね。そこで、これらの、これから学習する労働基準法についての、条文構成確認をしておきたいと思います。まずこれから早速学習する総則部分ということで、この法律の考え方、いろいろな用語等をね、確認していきます。そして、この総則をベースに具体的なルールを見ていくと。
労働契約ね、今日後半戦で入ってまいります。労働契約の原則等を見ていくわけですが、これは労働基準法だけで論ずるのではなく、具体的にはね、その他に隣接する法律ということで労働契約法というような法律もあるわけなんですね。したがってね、この労働基準法だけではないんですけれども、一つの法律で全てを解決するなんてことは当然ありえないわけですね。したがって、よくある質問なんですけど、なぜ労働基準法はね、ここまでなんですかと、これ以上あっても良さそうだというような意見等も、ご質問とも受けることがあるんですが、そこではね、ちょっと待ってくださいねと。これはあくまでも行政取締りとしての側面を持っているのがこの法律。民事的な契約についてはもちろん民法があったり、この労働契約法があったりね、一つの法律で全て解決するわけじゃないわけですね。ですからこの法律の限界点っていうのがあり、そして専門の法律、こういったものをね、ミックスしながら、具体的には労働の現場等のね、労務管理等が行われていくことになるわけですね。この労働契約についても労働契約法という法律と密接な関係があるということを押さえておいてください。そして労働基準法のルールの中でもまさにメインとなってくる部分なんですけれども、賃金についての規制ですね。こちらも最低賃金法という法律が最低賃金等についてね、規定をしておりまして密接な関係があるよと。そしてこのテキストでは第4章になるんですが、この法律の核心部分、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇等について見てまいります。特にこのジャンルにつきましては、皆様方はね、最初の、ね、法律が改正されて、受けていただくことになるかと思うんですが、労働基準法ができてね、もう、最大限の法改正と言われたりとかしておりますが、働き方改革関連法が成立をいたしまして、それに基づきまして、一般的には高度プロフェッショナル制度とか言われておりますけれども、適用除外規定等がね、強化をされて、新設をされたり、それに伴って労働者を保護するためにいろんなルールが作られております。したがって、この部分については非常に重要なね、位置づけということになります。開業社会保険労務士を目指す方はもちろんのこと、会社の総務で働かれる方、また日頃仕事でね、労働者として働く場面において、ぜひ知っておいてもらいたい内容が、この部分に集約をされてきます。その他に、このジャンルにおいては労働安全衛生法という法律があるんですけれども、こちらとも密接な関係がありますし、また災害保障ですね、業務中に怪我をしたよと、仕事が原因で病気になった、こういった場合、労働者災害保障保険法、こちらとの関係が密接にあるということですね。そしてその他、就業規則についても学んでいきます。これは会社における服務規定書というようなことになるんですが、こちらも労働契約との密接な関係があるということから、労働契約法等もね、学習するときにも、ぜひ労働基準法を振り返っていただきたいと思います。その他ですね、寄宿舎、現実的にはもう最近はもうこの寄宿舎という位置づけっていうのは非常に薄くはなってきているんですが、寄宿舎規定等があるということですね。そしてこれらの規定について、すべてのね、労働者に対して同一的に適用するっていうのは限界があるんですね。例えば、この労働契約や賃金、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇等については、年少者、18歳に満たない人であったり、出産前後の、妊産婦というんですが、この人たちについての、年少者保護、あるいは、妊産婦の母体保護等を、念頭に置きまして、さらに厳しいルール等が設けられているという、位置づけになっております。そして、これらの規定を、単に条文化するということだけではなく、きちんと守っていただくということで、監督機関が置かれております。そして、さらに実効性を高めるため罰則が置かれているということですね。この監督機関ということでいきますと、何度も出てくるんですが、具体的には労働基準監督署が、その監督の役割を担っております。そして罰則というのも大きく4つございまして、その最低限のルールを守らない場合には罰則をもって臨むというようなね、ことになっているということですね。そのような位置づけ等も踏まえながら、抑えながらね、学習をしていただきたいと思います。では、今般、先ほども申し上げましたように、労働基準法では、大きな改正がございまして、ボリューム感がすごく増えてきております。
でもこの講義自体は実際は6コマということでですね、今までと持ち時間は一緒ということですので、今年は私もねコンパクトに、こう講義をね無駄なくやっていきたいと思います。では、早速テキストの方使って講義の方を始めていきましょう。まず装飾部分ということですね。先ほど言いました用語の定義等をね中心にやっていきたいというふうに思います。第1節、労働条件に関する基本原則から入っていきます。なお、これから私の講義全57回やるわけですけれども、私はあの講義ね第1回目 の, あの各講義の時にあのどんどんマーカーあるいはアンダーラインそれから丸印を入れていきます。まあ、マーカーにつきましてはね、何種類も使われる方もおられるかと思うんですが、もう基本的に僕は赤と黄色しか使わないように、しております。たまにね、3色目というのを使ったりとか、するんですけれども、で、このマーカーのね、使い方についても時々質問等があるんですけれども、これはね、もうあくまで私の感性でやってますんで、何がどうだとかいうことは特にはございません。まあ、私の場合基本的に、あの、主語であったり、非常に重要いうような言い切り部分だとかね、規制の強いところは赤というようなことにしたり、あといろんなね項目が並列的に羅列される時があります。その時にパッと見て分かるように黄色いマーカーを打ったりとかするということですね。ですからこのマーカーあるいはアンダーライン等の打ち方に関してはもう皆さんの自由で全然結構です。ただ最初のうちは、どこが重要か分からないというような場合にね、まずは私の真似から入っていただいたらいいんじゃないかなと思います。そのうち自分なりのやり方っていうのがね、見えてくるかと思います。まあ昨今ではマーカー等もね、すぐ消すこともできたりとかしますので、ぜひ、そのあたりは自分でね工夫をしていただければと思います。それとあのマーカーを打つ意味合いっていうのはどこにあるのかということですけれども、これは今はわからないと思います。ここまでマーカーを打つのかと思うかもしれませんが、私の目線はどこにあるかっていうと常に本試験1ヶ月前にあります。本試験1ヶ月前、つまり本試験1ヶ月前いかに読み込んでいくかってことが重要なんです。そうするとこの最初にテキストを読み込む段階で重要なところとマーカーをつけていったりとかしていけば、あるいはもうここを読んだらここを読むという形で矢印を打っていくと非常に効率よくスピーディーにこれらのテキストの中で本当に重要な部分を見落とさずに、あのまあ、直前期になったらね一冊のテキストは3時間ぐらいで読み上げてくださいということを私申し上げているんですね。それでできる限り最後の1ヶ月間は読み込み何回でも回してくださいということを言うんです。その段階でねこのマーカーの意味っていうのが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、最初は面倒くさいかもしれませんけれども、むしろ何も書いてないテキストっていうのはどこを読んでいいか分からないというようなことになってね、直前期であの非常にあのこうバタバタしてしまうということがありますので、まあ、あの最初は、ちょっと大変かと思いますけれども、まずは真似をするというところから始めていただいてもいいんじゃないかなと思います。では早速進めてまいります。本節では労働者が商品ではなく心ある生きている人間であることを踏まえ、人が会社に雇われて働く時のルールとなる労働条件というものがどうあるべきなのか、どのように決定すべきものなのかを学習をしていくということですね。もう早速ですけれども、ここ非常に大事なところですね。まあ、社会保険労務士はあの何も法律だけではなく労務管理も行うわけですけれども、その中でも常にね生きている人間なんだと、これが我々の仕事の対象であるということを心がけておかないといけないわけですね。感情を持っていますよね。それからこの法律全般では労働条件というものがどういうものなのか、これを、見ていくっていうのはこの法律の、学ぶ上でね非常に重要なところです。ではこれからその労働条件というものを見ていくわけですが、まず法1条ですけれども、一般的に法1条といえばその法律の目的ということで単に目的っていうことが多いんですけれども、この労働基準法では労働条件の原則っていうタイトルでね打ってあります。まさにこの労働条件の最低基準を定めているということからこういうことが書いてあるわけですけれども、ここではまずね労働条件とは一体何なのかというねその確認を先にしておきたいと思いますので、まずは4ページご覧いただきたいと思います。そうするとこちらに下の方なんですが、労働条件の原則ということでポイントの2つ目
ありますよね。ちょっとここをね、見ておきたいと思います。これは非常に重要なところですので、まあ、チェックマークをね、入れておきたいと思います。労働条件とは、労働者の職場における一切の待遇を言うがとありますね。労働者の一切、職場における一切の待遇を言うということなんですね。雇い入れ、採用は、労働者として、使用者との労働関係が発生する前段階の要件であることから、本条に言う労働条件には含まれないとありますね。したがってね、職場における一切の待遇とありますように、まあ、賃金のことであったり、労働時間はどうするかだとか、いろんなね、条件、ルールがあるかと思うんですけれども、労働者を保護するという視点から見たら、これとこれとこれと限定することではなく、とにかく広く定義してるんですね。労働者を守るために。要は、労働条件と聞かれたら、労働者の職場における一切の待遇を言うと、すぐアンサーできるようにしておいてください。そして、ね、この法律は労働者を守るということですから、逆に言えば、限界点は、労働者でない方までは、この法律は介入できないわけですね。したがって、雇い入れだとか採用というのは、労働条件には含まれない。すなわち、労働基準法の範疇までは入ってこないということですね。ただし先ほど申し上げましたように、何もこの法律だけで全てをジャッジしているわけではありません。これらについては、労働契約法であったり、その他の雇用、職業安定法だったりね、他の法律が、担当してくるということになります。では、労働条件という用語を押さえた上で、もう一度前のページに戻りましょう。労働条件の原則。労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと。で、職場における一切の待遇は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないんだということなんですね。したがって先ほどもありましたこの下の方にも趣旨が書いてあるんですが日本国憲法25条1項では健康で文化的な最低限度の生活を保障しようとしているわけですね。この考え方が労働の場面においても、徹底できるようにということでこの、法1条訓示規定というんですけれども置いてあるということですね。したがってその、職場における労働条件によって人が命をね、なくしてしまうだとか体病気になってしまうこれではダメなんですね。残念ながら昨今では、その労働条件があまりにも厳しすぎるということから、過労死が起こったり過労自殺が起こっているというような、報道がなされております。働き方改革まさにこれは人たるに値する生活ができていないからということになるわけなんですね。ですから、この、最初の一条一項というのは常に、胸にね置いておかないといけない重要な、規定ということになります。第2項この法律で定める労働条件の基準は最低のものということなんですね。この法律で定める労働条件の基準これは最低のものであると。これを常にね胸に入れとかないといけません。まあ、特に重要なものは私丸を打ちますんでね最低なんだと。ですから労働関係の当事者はこの基準を理由としてこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよりその向上を図るように努めなければならないということになっているわけなんですね。ですから労働基準法がしっかりと履行を守られているといったとしてもですねあくまでも労働基準法に規定してある通りで、進められているといった場合、まあ、悪くはないんですけどね、法規制的に。悪くはないんですけど、最低限の労働条件の、職場なんだよねっていうようなことが言えると。むしろそれよりもね、向上をね、図っていくという、その努力をね、求めているということなんですね。ですから、例えば、8時間、1日の労働時間というのは8時間がね、法定、法律で定めてある法定労働時間としての上限ということになるんですが、我が社はね、働き方改革だとか取り組むことによって、なんとか15分短縮をして、7時間45分になりましたと。で、労働時間短くしたんですけれども、労働生産性を工夫したことによって、上げたことによって、給料は今まで通りでいいですよ、というようなことになったと。こういうね、努力を要求を、求めているということなんですね。
そして次のページに行きまして、先ほど来申し上げてますように、本条、労働条件の原則、本条1項は日本国憲法25条1項、健康で文化的な最低限度の生活の保障と趣旨を同じくするものであり、労働の場における労働条件の原則を定めた規定であると。ただしね、こういったものを訓示規定というわけですね。まあ、スローガンといいますか、基本的な考え方ですね。したがって、さすがにこのことに関してね、罰則を置いたりはしていないということなんですね。そして、まあ、ポイントのところなんですけれども、この三つ目、人たるに値する生活というね、言葉があるかと思うんですけれども、人たるに値する生活とは、健康で文化的な生活を内容とするものであると。具体的には、一般の社会通念によって決まるものであり、人たるに値する生活なの、生活の中には、労働者本人のみだけではなく、その標準家族も含めて考えるべきものであるということで、まあこれもね、考え方ということですが、本人のみならず、ご家族までそれにね、その条件によって、振り回されてしまうと、健康で文化的な生活ができない。これはちょっと困るよね、ということで、そちらの方までね、気配りをしているということです。そして次に、非常に重要なものとして、この基準を理由としてという部分がありますね。これは非常に重要なところですので、チェックマークを入れておきます。この基準を理由としてというのは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合を言うと。したがって、社会経済情勢の変動等、他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではないということなんですね。ですから、企業としても、まあ、私なんかよく使う言葉ですが、環境適用業ということが言えるんですね。やはり企業もいろんなね、世の中の動き、まあ、リーマンショックなんかね、非常に大きな出来事等が、何年も前にありましたけれども、そのようなね、いろんな情勢に合わせて、やっぱり企業も生き残っていかなければ、やはり労働、会社がね、倒産するってことになると、多くの労働者、そしてその家族等が路頭に迷うということになりますよね。ですから、いろんな意味で柔軟なね、環境に合わせていかないといけないということはあろうかと思うんですね。ですから、そのようなね、他に理由があって、その労働条件が結果としてね、その、低下になってしまうというようなこと。まあ、これは致し方なしということ。ただしね、ここも覚えておいてほしいんですけれども、労働条件の低下に関しましては、労働契約法にもね、ルールがありますので、またそちらもね、今後一通り勉強が終わった後に、その労働契約法との関係もね、意識づけをしておいていただきたいと思います。まあ、したがってね、こちらの方に、まあ、ちょっと三角マークを入れるんですけれども、私が三角マークを入れるといったような場合には、参照マークですね。ここを見てくださいね。ここと対比してくださいね。ということなんですけれども、この労働条件の低下ということになった場合、いわゆる不利益変更というね、いうことで、労働契約法の中に制約があるんですね。したがって、ここ労働契約法のどこを参照するかということですが、不利益変更と。これをちょっとね、メモを残しておきたいと思います。もちろん今は皆さんテキストとはね、お手元にもありませんし、ここはね、メモだけしておいてください。そうすると、今後一通り勉強が終わってきた場合に、ああ、ここでメモを入れているっていうのはこういうことなのかということでね、お分かりいただけるんじゃないかと思います。はい、よろしいでしょうか。